はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。もうすぐ2時になりますね。まったりとしている午後なんですが、あと2時間もしたら出かけます。はい、だからまあその2時間の間だけまったりするんですけどね。ニュースいきましょう。産経新聞24日今日ですね、朝の7時20分にいただきですね、これ貼りませんけど、まあ、貼るほどの価値もないんでね。韓国国連人権理事会でまた慰安婦言及、外相から格下げ配慮もと。ちょっとだけ読みましょうか。もう書いてあること分かってるんですけど、韓国の蔡昌文第2外務次官は23日国連人権理事会でビデオ演説し、慰安婦問題について普遍的な人権問題として取り組まなければならない、紛争下でこうした深刻な人権侵害の再発は防がなければならないと訴えた。韓国は昨年まで3年連続でカン・ギョンワ外相がスイス西部ジュネーブの人権理会場で演説し、慰安婦問題に触れてきた。今回はオンライン形式にもかかわらず外相は登場せず、昨年同様日本に対する直接的な批判もなく、日韓関係改善に向けた配慮もうかがわせた。うにゃ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 って書いてあります。これまあ別にね、お隣さんがやってはることでですね、別に取り上げるほどのこともないとは思うんですけど、これね、聞かされた方はどう思うやろと思うんですね。日本とお隣さん以外の第三国がね、どういうふうに受け取るかっていうことですね。で、1週間ぐらい前ですか、10日ぐらい前かな、アメリカの国務省筋の話として、我らが愉快のお隣さんが言うてくるのは、慰安婦と徴用工と、あとは北朝鮮が、核放棄をしてるとか、何やったかな、非核化を本気で取り込んでるという、その話ばっかりやんとか、全然建設的な話は来てないというふうにうんざりしてるみたいなことを国務省の某筋が言うてるという記事が出てました。つまり慰安婦も徴用工もですね、アメリカからするとそんなもんお前らの問題やんという世界ですね。で、愉快な大人さんっていつもね、喧嘩をするときには周りを巻き込むんですって、世論はこうやねんで、と、まあ、みんな超えてんで、みたいな。日本人でもそういうことする人いますよね。あれですね、こう、お前のことをみんな嫌わ、お前は嫌われてんねんって、こんだけ、みんなこんだけお前のことを悪く言うてんねんって、みんなこう思ってんねん、みたいな、こう、そういうのを一つの理由にすると。で、私どういうわけかね、昔からそういうふうによくやられるんですけど。あたかもね、世間みんながね、お前のことを嫌ってる、お前の言うてることを間違ってると思ってるとかって、そう言うてるからお前は考えを変えろみたいなことを言われ続けてきたような気がします。気にしません。というかね、世間はみんなそう思ってんねんって言う、言ってるから、そう、逆の意味で世間のみんなが私のことを注目してるということでしょ、逆の意味では。いいことやん、それは、と。今の私のビジネスのとはいいことですね。より多くの人が榊の言うてることは違うって言うてくれはったらですね、そんだけ注目されてるということで、存在感が増すということは増しているという現実なんですね。ねえ、実際、どん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 注文増えてるわけですよ。原稿やコメントを出してくれとか、そういう注文増えてるわけですよ。まあ、そんだけ私の言うてることに対するニーズがあるということなんでしょうね、と思いながらやってますけど。で、まあ、そんなんいいんですけど、そんなんいいんですけど、そういう周りを巻き込んでね、日本を非難しようというやり方に巻き込まれる側の各国はどういうふうに考えるかっていうと、例えばね、世界には代表的な紛争ってあるんですよ、いろいろと。アルメニアとね、トルコの間にある、こう百何十年か前に起こったアルメニア人大虐殺という問題があってですね、このオスマントルコ領内に居住していたアルメニア人という方々、アルメニア人というのはちょっと一言では説明できないんですけど、中央アジアにいらっしゃる白人系の原始キリスト教系のクリスチャンですね、カソリックでも
プロテスタントでもない、もっとそのどう言いましょうね、イエス・キリストさんが唱えた原始のキリスト教と言うべきでしょうかね、アルメニア教会ってあるんですけど、それに属してらっしゃる、まあ、キリスト教の一派と僕らから見るとそうですね、カトリックからするとあんなキリスト教があると言うんでしょうけど、ロシア正教ともまた違うんですよ。ロシア正教はカトリックの別れなんですけど、そのカトリックになる前のキリスト教徒なんですね。そのアルメニアという国も今ありまして、まあ、いろいろ揉め事もありますけども、そのオスマントルコ時代にもうその数は何十万か何百万かって、そういう数の方がトルコ、オスマントルコによって殺されたということを今でもアルメニア人はですね、トルコに対して文句を言い続けてるわけですね。で、トルコではそんなことはなかったとかあったとか、ようわからんような議論になってるわけです。で、そんなんをね、日本お前どう思うって言われたらね、知らんやそんなんて、はっきり言ってそうでしょ、そんな、どうでもええと言ったらあれですけど、まあまあ言うてみりゃ関係ないし、なの日本は立場を表明する必要はないわけですね。だから立場を表明する立場にないっていうべきでしょうかね、考えを表明する立場にないっていうべきでしょう。例えばイギリスとアイルランドの間にあれ、北アイルランド問題ってありますね。イギリスってこんなこの二つの島、上の左の方に、地図上で上の左の方に島ありますよね。あれの三分の一ぐらいは北アイルランドって言ってイギリス領なんですね。で、それ以外のところが今のアイルランドという国なんですけど、三分の一ぐらいの北アイルランドというところをですね、アイルランドは我が国の領土であるというふうに主張して、で、そこにはですね、これもややこしいんですけども、アイルランド人が住んでいて、イギリス人も住んでいると。で、宗教的にアイルランド人はカトリックで、イギリス人はアングリチャンチャーチというイギリス国教会の人たちだって、だいぶ違うんですね、様式が。だから相入れないわけでして、で、そこをですね、アイルランドに、返せ、あるいは独立させろということでですね、もうその何十年も、まあ、テロが起こったり、平和になって、今、一応平和になってますけど、大体6000人ぐらいいなくなったと言われてますけど。それに対してですね、こう、じゃあ日本はお前どう思うねって言われたところで知らんやんっていう世界ですね。知らんやんって世界ですね。中東問題があります。パレスチナというところにですね、1945年以来、世界に散っていたですね、ユダヤ人がやってきて、シオニズムって言うんですけど、シオンの丘に帰れという運動が起こりまして、200万人ぐらいのユダヤ人が帰ってきて、その、パレスチナの地を占領して、まあ簡単にはそこに住んでたパレスチナ人を追い出して、ここはもともとわしらの領、国やったんや、って、追い出された方はたまらんでしょう、パレスチナ人。それで、イスラエルに対して戦争を仕掛けてですね、4次にわたる中東戦争となりました。で、未だにその一部はですね、ゲリラ活動として、あるいはテロ活動として続いてるわけでした。で、それに対してですね、じゃあ日本はどうやねんって言われたときに、もうこれはですね、どう言いましょうね、数百万人多分、100万では帰還方がお亡くなりになってるはずです、1945年以来。日本どうやねんって言われたときに、日本もなんとなく立場を表明せざるを得ないんですけども、ちょっとだけパレスチナ寄りの立場を取ってます、日本は。ちょっとだけね、52対48ぐらいですね、簡単に言えば。だから日本はパレスチナとも友好であるし、他のアラブ諸国とも友好であって、イスラエルとも友好であって、アメリカとも友好であるという立場で、まあ、どっちつかずといえばどっちつかずで、若干パレスチナに同情的という立場でございます。なぜかと言いますと、日本はアラブ諸国から石油を売ってもらわなあかんわけであって、あからさまにイスラエル側に立つと、お前なんか石油売ったらへんということになるわけですね。それが1972年の石油危機ということもございます。だから、ちょっとアラブさんの機嫌は損ねるわけにいかないというところがあります。で、あれは法的に考えまして、パレスチナ側に若干分があると思います。もともとパレスチナ人が住んでたところにですね、単にその管理をしていたイギリスがですね、ユダヤ人に土地あげるとかって勝手に約束したわけですね。三枚舌と言われてますけど、それの三枚舌の一枚を何とかしなあかんということで、そういう約束をして、世界各地に散らばっていたユダヤ人が集まってきたという経緯があって、まあまあまあ恐ろしくなってます。で、まあ、そういうね、世界的な紛争、少なくともそのアイルランド紛争なんかは犠牲者が少なくて1万人いってません。アルメニアとかね、パレスチナに関してはもう100万の単位だろうと思います。で、そういうのに、いちいちどうやこうやって言われても困るでしょう。
じゃあ日本と韓国の間にある慰安婦問題って、あの死んだ人はほぼいません、それで寿命でも亡くなられた方はいるけど、だただあれは要はあのあれですよ、人権問題とも言いにくい、もう今やあのラムザイダー教授があんなもただの売春婦やということを言うてますけど、そういう問題なんですね。ほんならそんなこと言われても他国の人はそんな、ああそうなんっていう話であって、でありがちな話でしょ、軍隊にくっついていくそういうあのビジネスの方々、女性たちの話って。だから言われた方はかなり迷惑だと思うんですよ。だからアメリカも迷惑してるわけですよ。だから立場表明せんという、内容については介入せんと。にもかかわらず愉快なトランさんたちは世界中の人にそれを告げ口をして回って唱えてですね、議員たちを説いて、声明を出させたりとかですね、平和の少女像という自分たちの祖先で人類最古の商売をされていた女性をかたどった像をですね、世界中につけて回ってて、どういう価値観なんやろ、よく分かりませんけど、どっちかというと恥ずかしいんちゃうのと思うんですけど、で未だにその人類最古のご商売をなさっているお隣さんの女性たちは世界中にかなりいらっしゃるわけであって、イメージがそうなってるんですよね。それを上塗りするような銅像を世界に立てて回ってるというのはですね、なんともちょっと分からない感覚なんですけども、もう未だにこうそこやって国連のバーとかでもですね、そういうことをなさっていてですね、何の得もないんちゃうのと思うんですね。で日本人から、隊員が嫌がられてるわけですよ。ほんまにわけわからんなって。で朝日新聞でさえもうサジを投げたわけですね、これはちゃうわって言って、でそれを未だにやってて何の得があんやろうなっていう、恐ろしく非合理的なんですけども、おやめにならないんで。で今やもう日本にとってほぼ何の蚊に刺されたほどの損害もないんですけど、まあうるさいなっていう、灰が飛んでくるみたいな、そんな感じなんですけど、その程度のレベルになってるにもかかわらずおやめにならないですね。でもまあこれね、なんかメリットがあるとすれば、私がネタにでき続けるっていうことですね。こうやって喋るネタにであり続けるということなんですよ。そこにメリットがありますね。まあでもまあ、あの、おかげさまでということで、大きにこれからもやってくださいみたいな、まあそういう、最後的にはそういう結論になるかなということでございました。貼っときませんのでね、まあ、あの、いろんなサイトに記事が出てます。また国連で言うてますという記事でございまして、中身はそういうところでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。